ヒョードル・ヒョードロビチ・チェレンコフは、現ロシア・モスクワ出身の元サッカー選手。現役時代のポジションは MF。1959年、現ロシアの首都モスクワにて生まれ、幼少の頃は、スキーやスケート、バレーボール等に触れた。父親は、スパルタク・モスクワのファンで、ルジニキ・スタジアムで開催された FC ・スパルタク、モスクワ対、FC ・ディナモキエフ戦に連れて行ってもらって、以来、 ヒョードルはスパルタクのファンになった。学校の授業が終わると校庭に繰り出して暗くなるまでサッカーをしていた少年であった。シンガポールとインドネシアで開催されたユースのトーナメントでは初の海外旅行を経験。共産権の人は大抵自国と違う品物の豊富さに驚かされ、ヒョードルもまた一時的に興味を持ったが、 サッカーに対する欲求の方が上回っていたため、目移りすることはなかった。サッカーを本格的に始めたのは、サッカーチームのであった。アマチュアチームが出場するトーナメントのに参加をして、1969年にスカウトにより、スポーツにクラブの訓ーボに入団。コーチのミハイル・ムホールトフ指導の下で2年間を過ごし、1971年には、 スパルタクスポーツクラブに移動して6年間を過ごしたが、プロクラブとは契約できずにいた。1977年、アカデミーの卒業日に行われた最後の試合では、スパルタクの頭であるニコライ・スタロスチンが観戦に訪れた。スタロスチンは、ヒョードルの才能を見抜き、FC スパルタクモスクワに招待し、ヒョードルは、サッカー選手としてのキャリアをスタートさせた。 スパルタクではトレーニングを積み、1978年にデビューをした。最初の試合では、卓越した技術と視野の広さを見せつけ、監督のコンスタンチン・ベスコフの信頼を勝ち取ることに成功。クラブがベテラン選手を刷新していたこともあって、翌年からは主要なプレイヤーの一人として、試合に出場し、ソビエト連邦サッカーリーグで優勝を果たした。スパルタクでは、 ユーリー・ガブリロフの後を受け継ぎ、チームの中心選手として1987年と1989年に優勝へ導いた。個人としては1983年と1989年にソビエト連邦年間最優秀サッカー選手賞を獲得した。ソビエト代表では長年監督を務めていたバレリー・ロバノフスキーが FC ディナモ・キエフの選手で固めていたことが原因で、スタイルに合致できなかったため、FIFA フフワールドカップや UEFA 欧州選手権等の主要な大会には出場できなかった。1994年に現役引退をした後は、スパルタク・モスクワでコーチを務め1996年からは、スパルタク D でコーチを務めた。ありがとうございます。